堺井孝十11月4日昭和48年3月2日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。高次を高次と読む文献もあり注意を要する。愛知県出身。農業、堺正之助の次男として生まれる。愛知県立第二中学校名古屋陸軍地方幼年学校中央幼年学校を経て明治38年11月。 陸軍士官学校を卒業。翌年6月、不評少位に任官し、この F 表第4連帯付となる。大正元年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。陸軍省軍務局付勤務、フランス駐在、参謀本部員、参謀本部付陸大教官、この F 表、第2連帯付参謀本部員、参謀本部付不評。 第22連隊長、陸大教官などを歴任し、昭和9年3月、陸軍少将に進級。陸大研究部主事、陸士幹事、不評、第24旅団長を経て、昭和12年3月、関東軍の独立混成第1旅団長に任ぜられる。この旅団は、戦車2個大隊、自動車不評連隊、野砲兵、工兵等からなり、 車両744両を要する日本発の機械化兵団であった。同年8月、陸軍中将に進むが、同月から開始されたジャハル作戦において、各兵団に戦車隊が分派されて集中的な運用ができず、小部隊が無理な突撃を強いられて、損害を大きくする状況が続き、東条秀樹関東軍参謀長と作戦のあり方をめぐり衝突する。結局は、 満州に帰還後、旅団は解体されることとなった。その後、留守第7師団長、第109師団長、参謀本部付を経て、昭和15年1月、予備役に編入された。昭和18年11月に招集を受けて、参謀本部付となり、戦争指導についての歴史的検討に携わるが、この絵ミマ丸を中心とする、終戦工作への関与が問題視され、 同19年7月、招集解除となった。彼自身は、行動派ではなかったが、柳川平介と親しく、東条に代わり、行動派将官の起用を拡作するこの絵に、陸軍内部の情報を提供し、その相談相手となっていた。戦争理論、戦士研究の権威として知られ、立命館大学で国防学を講義している。彼の翻訳した、戦うクレマンソウ内閣は、 第一次大戦でのフランス最初、クレマンソーの過断な戦争指導を描いたものだが、戦局を傾けた、東条内閣へのアンチテーゼとして洋路に配布されていた。ありがとうございます。